皆さんこんにちは。ブレス浜松背番号25番スパイカーのレミです。お家にいる時間が長くなっていて体が硬くなっている方も多いのではないでしょうか。そこで今日はお尻の筋肉を伸ばすストレッチを2つご紹介していきます。1つ目は座った状態で伸ばしていきます。伸ばしたい方の足を反対側の膝にかけて上体を前に落としていきます。この時に腰や骨盤がこうやって丸まらないように気をつけながら上体を倒していきます。この状態を20秒から30秒キープしていってください。反対側も同じように行います。2つ目は立った状態で伸ばしていきます。先ほどと同じように伸ばしたい方の足を反対側の膝にかけてしゃがんでいきます。この時も骨盤や腰が丸まらないように注意しながらやっていってください。できる方は両手を離して片足でバランスを取りながらストレッチしていくのも効果的です。お尻の筋肉が硬くなると腰が痛くなってしまうので、私は練習の前には必ずこのストレッチをやるようにしています。皆さんもぜひやってみてください。